クリストファー・スコット・ウィングスは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州チャールストン出身、のプロ野球選手。右を右打ち、MLB のコロラドロッキーズ所属。アリゾナダイヤモンドバックス時代2009年の、MLB ドラフト一巡滅違法で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、ミズーラ・オスプレイで、プロデビュー。 二十四試合に出場して打率三百十二本類が十打点を記録した。二千十年は A 級サウスベンドシルバーホークスでプレーし六十二試合に出場して打率二百九十八5本類二十八打点を記録した。二千十一年は A 級バイセーディアローハイドでプレーし百二十一試合に出場して打率二百四十六 11本類打50打点を記録した。2012年は A 級バイセイリアで開幕を迎え、途中で A 級モービルベイベアーズに昇格した。2球団合計で128試合に出場して打率。290、17本類打52打点を記録した。2013年はトリプル A 級リノエーシズで開幕を迎えた。 125試合に出場して打率330、12本類が81打点、20盗塁の好成績を残し、パシフィックコーストリーグの MVP に輝いた。マイナー全日程終了後の9月に、セプテンバーコールアップでメジャー初昇格し、9月3日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。この年 MLB では二十試合に出場して打率九十一。 え本類だ、5打点を記録した。2014年は、遊撃手のレギュラーのザオ・クリフ・ペニントン・イアディ・ディ・グレゴリウスと争う形で開幕から MLB に定着し、3月22日のオーストラリアでの、ロサンゼルス・ドジャースとの開幕戦では、8番、遊撃手で、先発出場した。同年4月は、月間打率。 313が評価され、ナショナルリーグのルーキー・オブ・ザ・マンスに選出された。この年は91試合に出場して打率、261、6本塁打、26打点、8盗塁を記録した。2015年は2塁手に回り、147試合に出場して打率、227、4本塁打、43打点、16盗塁を記録した。 2016年は AJ ポロックの長期離脱もあり、中堅守としても起用されるようになった。2018年11月30日にノンテンダー FA となった。2018年12月5日にカンザス式ロイヤルズと契約した。2019年5月31日に DEAF となり、6月4日にフリーエージェントとなった。2019年6月17日に ボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級、ポータケットレッドソックスに配属された後、8月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は2球団合計で66試合に出場して打率。139、3本類打14打点、5盗塁を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月21日に、 FA となった。2019年12月23日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年7月17日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。オフの10月28日に FA となった。千二十一年一月十九日にマイナー契約で再契約し、 3月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。4月1日のドジャースとの開幕戦で活躍した。ありがとうございます。